シリン市の屋台古仙は、福建と台湾の代表的なシャオチーの一つで、かき入りのオムレツである。オムレツと称されているが実際には、澱粉が主材料の粉物料理の一種であり、鶏卵の量は古仙一人分あたり一個が普通である、日本のお好み焼きやもんじゃ焼きに似ている。古仙という漢字表記ではあるが、福建においては、北京語で、経済ジヤーンと発音されることは少ない。 これは、中国の違う地方特有の料理名によく見られる現象で、たとえ、北京語での会話中であっても、この食事に言及するときは、ビンナン語の発音を用い、オーチアンなどと発音することが普通である。一般に福建と台湾では、平たい鉄板の上で油を熱した後、小粒のかけを炒め、白菜、または春菊を加えた後、水で溶いた。 さつまいものデンプン生地と卵で閉じ、デンプン液を流し込んでから卵液をかける、または、卵は、隣で別に焼いて、焼いた、デンプン生地をひっくり返して合わせる、という手順もある、小手で一人分ずつに切り分け、ひっくり返して、反対の麺を焼いて、上から甘辛いタレを、たっぷりとかける。シンガポールのもの、香港では千、餅、五餅、または、楽といい、野菜は、 木キや香菜が使われ、魚醤やさらにニンニク唐辛子などの入ったタレと共に提供される。起源は、関東省省産地区で、長州料理の影響を受けている関東、香港、タイ、マレーシア、シンガポールなどで見られる。シンガポールやマレーシアでは、センいい、タイには、オースワンという。また、ホイトウトは、揚げ物の要素が強い食感の異なる料理である。カキではなく、 エビを入れたものはエビジセンと呼ばれる。ありがとうございます。